お客さんから一番見えてるし気になるとこなんだよね。こっから先が全部ないっていう感覚。こんにちは、ガチで本気の演劇ワークショップ楽園講師の難波義明です。今日は演技をするとき手の置き場に困るんだけどどうしたらいいですかという質問に答えていきたいと思います。演技をするとき手の置き場に困る、これね、お芝居を始めるとまずみんなが引っかかるところなんだよね。どうしていいかわかんないからだいたいポケットに入れちゃってね、でもしくは腕を組む。あとはよく見かけるのはお芝居をするたんびに自分のセリフに合わせてリズムを取るように手をパタパタさせる。で、なんかこの手をパタパタさせるのってさ、なんかこう外国人みたいじゃん。やってる方はさ、こうお芝居した気になっちゃってどうしてもこういうことに頼りがちになっちゃうんだよね。やっぱ手がうるさいって言われたりとか、あとはポケットに手、みんながね舞台に出てる人みんながポケットに手入れてるとさ、なんかやっぱり変じゃん。だからできるだけ手は自然にしてくださいねっていう演出が来るわけだよ。じゃあこの手ってどうしたらいいのっていう、悩みに、まあ、みんなが陥るわけです。手はね、俳優にとってものすごく大きな表現のための道具になるわけ。どうしてもね、お芝居をやり始めるとみんなね、声のことから始まってセリフ重視になっちゃうんだよね。いかにうまくセリフを言うか、いかにうまく感情を、表現するか、言葉で声でっていうことがまず一番大事なことになって、次は表情だよね。それがお芝居のすごく、大事なところになってしまうんだけれども、実はさ、手ってさ、お客さんから一番見えてるし気になるとこなんだよね。じゃあこの手はどうしたらいいのかって言ったら、心と自然につながっていくようにしていけばいいわけ。この手が言葉で物事を伝えていったり、表情で物事が伝わっていったりするのと同じように、この手も何かをちゃんと伝えていくための道具になっていくように訓練をしていくっていうことが大事なのかなと思います。僕はまず自分がこの手の問題にぶち当たった時に、ポケットに絶対入れない、腕は組まないっていうことを決めたのね。お芝居する時にどうしていいか分かんないから、自然な位置に手をただ下ろしとくっていうのを決めてみたの。これって結構最初の一歩としては大事なんじゃないかなと思うんだよね。で、ここに手を置いてるってね、このままこう固まってるとぎこちないけれども、手は自然に楽に力を抜いておくだけでいいやってするの、それは僕にはとっても効果的だったかな。自分が気持ちからこう言葉を喋っていくのと同じように、手もその自分の気持ち、心とか考えとか思いとかと合わせるようにしていって、自分の気持ちの動き、自分自身がこうしたい、ああしたいっていうことに対して自然に滑らかについていくように、まあ訓練していくっていうことなのかな。僕たちが普段俳優のね、訓練としてリラクゼーションというエクササイズをやっていくんだけど、このエクササイズはまず固まってしまって認識のできなくなっていて、なくなって固まってしまって認識のできなくなっている場所をまず知覚しようねって始めるわけ。例えば手が思うように動かせなかったり、手の置きどころに困るっていうことは、実はこの手を持て余してるってことなんだよね。自分にちゃんと手があって、その手の指先まできちっと気持ちとか意識が伝わっていれば持て余すことはないんだけど、普段の人生でこっから先が全部ないっていう感覚で生きているから、ご飯食べたり鉛筆持ったりする時だけ手が現れてきて、それ以外の時には具体的にね、手をつり革を持ったりとか、手を使うスマホをいじったりとか、手を使う作業をしていない時には手の存在がないものになって暮らしているわけだよね。だけど実際には手はいつもそこにあって、お芝居を始めると急にこの存在が自分に重くのしかかってくる。だから普段から、あ、自分には腕が、二の腕があって、肘があって、腕があって、手首があって、指先が、指がね、一本一本あって、これがちゃんとつながってそこに常にあるんだなっていう意識をつけていくことが大事なんだよね。
で、それができるようになったら、今度は自分の気持ちに合わせて、体の動きに合わせて、自然に自然に手がついてくるように練習していきます。時には意識的に手だけを動かしてみる。自分の手を意識的に動かしながら、手が動いた時に自分の気持ちがどうなるかなというのを感じて声を出してみる。あーあーあーみたいなことをしながら、自分の心と思考と、手の動きと言葉とを合わせていく。手ってものすごく表現的で表現力が豊かなものだから、自分が気持ちや考えを伝えていくときに、この手がその気持ちや考えと同じようにそれを表現してくれたときに、ただ言葉を聞いている、ただ表情だけを見ているよりも全然伝わっていく、なんていうのかな、説得力みたいなものが変わってくるので、ぜひ俳優であるならば、心と思考とブレスと自分の手が同化していって、同じようにちゃんと反応していくように訓練を普段から心がけておくといいと思います。実際に舞台に立った時には、自分の手を自然に落としてあげて、その自分の気持ちのまま体の動きに合わせながら、手が余計なことをしないようにコントロールしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。今日はここまでです。よかったらね、チャンネル登録をしてください。あ、この記事いいなと思った人はいいねを押してください。あと、具体的にどんな訓練が効果的で、どんなことを勉強していったら俳優の仕事が良くなるかは、エコダにあるスタジオトップクラスで一緒にワークしてみましょう。詳しいことはこちらへ。南波芳明でした。